ちょっと食事のポロポロっとお伺いしたんですけど、はい、じゃ普段のお食事と、はい、まあ、減量中のお食事とどういうふうなものを食べられてるとかっていう食事のところをお伺いしていいですか。やっぱりもう本当に基本的なところで、まあ、タンパク質しっかり取りましょうっていうのは、これ人によっていろいろあると思うんですけど、まあ、僕体重かける2倍ぐらいでやってます、うん、まあ、なんなら 1.5 倍が最低ラインかなと思ってて、うん、まあ、遊びをも足してて絶対2倍取らなあかんとは思ってないんで、寝る前にあれ今日ちょっと少なめやったなとか思っても、まあいっかっつって、まあ、ちょっと少なめの日もあってもいいかと、逆にちょっと多めの日もあるし、だからまあ2倍前後ってことで、まあでも1キロあたり 1.5 グラム以下にはならないようにとはしてますね、絶対にね。計算はされ、計算というか、まあ、要はタンパク質だけちょっと数えてるんですよ、頭で記憶して、はいはいはい、プロテイン飲んだな、鶏胸肉1枚食べたな、はい、卵を3つ食べたなとか、なんとなくのざっくりその動物性のタンパク質だけカウントしてて、でそれでまあ 120g から 160g ぐらいの間で取れてたらまあ合格点ぐらいにして、あ、まあ、それはまあ増量減量変わりませんと。あとまあ炭水化物もしっかり取りますよと。でこれに関してはなるべく朝に多めに取れるようにっていうふうには心がけてるんですけど、うん、なんか朝にいっぱい食べといた方が一日通してちょっとこう活動的になれる気がして、あ、そんなことはないんですけどね、別に。だからまあなるべく早い時間に多く取れるようにはしてますね。糖質量は多分測られてないと思うんですけど、はい、ご飯とかで例えたらどれくらい食べておられるんですか、1日、あ、増量減量、全然わかんないですね。あのご飯も食べるしパンも食べるし麺も食べるから全然わかんないですね。でもすごいいいですよね、ストレスフリーにちゃんと。そうですね、そこはあんまりだからストレスもなく、増量中はもちろんね食べるものはストレスないし、はい、減量中でもなるべくストレスのないようにっていうふうに心がけてるんで、まあ、最後の2ヶ月ぐらいはちょっとさすがにしんどい時もありますけど、うん、それまではまあ割と普通になんか食べてますね。もう体感で感じられるっていう感じですか。はい、やっぱり少なめにはしますけどね。好きなもの食べてる割にコンディション全然悪くないですよね。そうです。でも多分好きなもの食べてるからやと思うんですよ。ある程度ね、好きなもの食べた方が減量うまくいきますよ。ほんまですか。いやほんまにほんまに、なんか僕も脂質めちゃくちゃカットとかもしたことあるんですけど、まあ、それはそもそも良くないんですけども、はい、脂質のカットのしすぎもやっぱしんどくなるし、かといって脂質をすべてサバとかクルミとかからしか取りませんみたいにしちゃうのもしんどくて、はいはい、まあ、サバとかクルミの油っていうのはなるべく減量中は特に取るようにはしてるものの、別にたまに餃子食うぐらいいいじゃんとか思って食うし、別に豚バラもたまにはそんな山盛り食わなければちょっと食うぐらいだったらいいじゃんと思って食っちゃいますし、鶏もも肉なんかもずっと食べてますしね。鶏胸肉には全然こだわりないですもん。鶏胸ばっかり食べてたら飽きるし、今度鶏もも食べるし、逆に鶏ももばっかり食べてても飽きるんで、まあ両方食べるよぐらいの感じで気にせず食べてます。なるほど。増量中もそんなに脂肪乗らないですよね。あ、いやでも結構乗りますよ。ですか、さっき着替えてるの見て、はい、僕自分のお腹を思い出し返した時に、俺乗りすぎてんなってめっちゃ思いますもん。まあめちゃくちゃ増える人ではないですね。あ、はい、減量幅10キロぐらい、10キロぐらいですね。ひどい時ちょっと15キロぐらいだったりするぐらいで。こっから10キロも落ちます？落ちるんですよ。今年は何キロで仕上がりそうやなとか思ってても軽く下回っていきますから毎回。あ、結局去年と同じか。あるあるですね。仕上がり大事増えてないやん。サプリメントで言ったら、はい、何を取ってるんですか？サプリメント、はい、まあ、プロテインでしょ、はい、でマルチビタミンミネラル、はいはい、スポーツ、はい、やつ取ってて、でリアファイバー、リアファイバーはもう絶対欠かせないなっていう感じになってて、で今はクレアチン飲んでますね。クレアチンにプラスして本当にもうこれだけは取っとこうぐらいのやつだけで、うん、今はさ多分そうですよ。であったら EAA 飲んでる時もあるし、はいはい、そんな感じですかね。でもあんまり飲んでない方かもしれないです。一時すごい凝った時もありましたよ。もうあれもこれも飲んでみよう飲んでみようで、はい、とにかくもう片っ端からやってみたっていうのもありますけど、でもなんか落ち着いてきますよね。だから結局飲むのがめんどくさいってなるんですよ。あれもこれも飲んで混ぜて飲んで混ぜてめんどくさいでしょ。だから結局ちょっと最低限というか、まあ楽な方楽な方に僕は行っちゃうんで、はい、だからなんなら最近あれですもん、僕プロテインにリアファイバーもう服ごと混ぜたのかなと思ってますもん。あ、袋ごと、はい、混ぜて飲んだらうまいこと入るなと思って、あ、正直あプロテイン袋を開けるスコップで掘る、入れる、スコップ戻す、プロテイン締める、リアファイバー取る、リアファイバー開ける、スコップで掘る、入れる、戻す、
閉じる、戻す。これを半分にできるわけですから、はい、混ぜてしまえば、ね、これだけで終わりますもんね。そう、じゃあ今日ちょっと聞こうと思ってた、そう、混ぜるのどうすか。混ぜるのいいと思いますけどね。大丈夫ですか。前回言っていただいてたじゃないですか、作る時に混ぜるっていうのは、粉ごと混ぜる方のことですよね、はい、そうです。あの、僕は袋の中にもう入れたいんですよ、はい、あれってでもワンスクープの含有量全部変わっちゃいますよね。多分なんかその粒子の大きさとかで、なんかそこにリアファイバーがなんか多めになったりとかしますよね、多分ね。あと 10g ぐらいじゃないですか、リアファイバーって。あ、そっか。プロテイン 30g、15g 半分リアファイバーだとしても、それでも多いですもんね。そっか。15g。だからちょうどいいその スクープができないんや。はい。だから食物繊維、肩になるんじゃないですか、逆に。取りすぎてしまうというか。もう1ヶ月分。ああ、はいはいはい。30食分でしょ。はいはいはい。え、でもプロテインもあれ30食分。大体30食分。あ、じゃあ別に同じ同じ。あ、だからうまいこと混ざればですね。うまいこと混ざれば。もしかしたらいいかもしれないし。あ、でもだからそれやっちゃうと2杯目飲んだ時にリアファイバー2杯になっちゃうんだ。まあ2杯ぐらい飲んでも大丈夫です。だから半分入れりゃいいんだ。プロテイン1キロにリアファイバー半分入れとけば1日2杯でもしかしたらちょうどいい感じになるかもしれないですよね。確かに。そうしようかな。もう究極にめんどくさがりなんですよ。まだ誰も実験してないですけどね。僕が実験します。だって結局さ 10g とか言ってるけど、じゃあ 8g やったら絶対あかんとかじゃないですよ、うん、あ、そうですね。 15g 取ったら絶対あかんとかじゃないから。そうですね。いいっすよ、大体で。だって山盛りになったらグラム数変わりますもん、ね、変わりますから。だって毎回そんなピッ、だってやってます、スクープこうやってやって、あのピッてやってます。やらないとチッダダダササササポンでしょ。それぐらいやから大丈夫なんですよ。だからまあそれありやなと思って、ちょっと家帰ってやってみますわ。ちょっと実験結果を僕報告まで。大会の調整とかっていろいろあるじゃないですか。はいはいはい。本当に人によってそれぞれ違いますし、まあ人に合う合わないあるんで、はい、あれですけど、小原さんなりのその調整法ってどんな感じの調整があるんですか。まあ一応やっぱこの塩抜いたり水抜いたりっていうのはちょっとやりますね。ああ、ちょっとやる、ちょっと。でもあんまり過度にやると、めっちゃ過度にやったことはあるんですけど、まずめっちゃつる、うん、やっぱり必要な栄養素で、もう生命維持に必要な栄養素ですから、それをね極端にカットするとやっぱ数日やっちゃうともう本当にもう全身つるんで、はい、ちょっとポージングできない、はいはい、これダメだと。あと張らないんですよね全然、うん、当日のパンプアップもしないし、そもそもこう筋肉の張りもなんか失われたような気がするんで、うん、過度にやるっていうのはやらなくなりましたね。でしっかり絞ればやらなくてもほぼ変わんなかったっていうのもあったんで。あ、なるほど。だからそこが理想ではあるんですよ。もうほぼそんな塩抜き水抜きしなくても大丈夫っていう状態に自分の中で持っていけたら一番理想的。ああ、なるほど。でもそれに行けなかった時はやっぱりちょっと塩抜き水抜きはします。それこそディプリートとかはどうなんですか。カーボディプリートとかですか。はい、カーボディプリート、カーボローディングローディングとか、ね、水を増やしたり減らしたりする人、オーダーローディングとかもなんですけど、僕は絶対やんないです。なるほど。じゃあもう減量食のまま前日も過ごしていって、大会当日ちょっと塩水ちょっと意識するぐらいの、ね、塩分をちょっと減らすのは2日前ぐらいからやります、ね。あ、はいはいはい、はい、それでもちょっと減らすぐらいで、まあ、絞り具合によってなんですけど、はい、ちょっと減らすで大体済ませれるぐらいです、ね。ああ、なるほど、はい。カーボ量は前日とかどうなんですか、炭水化物量は。あ、炭水化物量は2日前ぐらいから少し増やしますね。だから、はい、あのローディングだけするというか、あのリプリートせずに2日前とか3日前ぐらいからはカーブ増やしますね。でもそんな極端にやらないですよ。それこそなんか切り餅一袋とかまあ昔やってましたけど、やっても僕全然変わんないんで。でも逆にあれめっちゃハマる人はハマるみたいで、やっぱりやったら全然変わる人もいるし、あとその水抜きに関してももう水抜かないと見れたもんじゃないっていう人もいるんですよね。なるほど。大会前の3日間の水抜き塩抜きで本当に 5、6キロ変わる人とか、もうめっちゃむくみ体質の人はもう全然ガラッと変わるんで。なるほど、まあ、そうやらなきゃどうにもなんねえんだよなっていう人も中にはいるんですけど、僕はまあ幸運なことにそんなにむくみがないタイプなんで、大変な思いをしてまでは塩抜き水抜きしなくてもいいかなっていう感じです。なるほど。誰も彼もやりゃいいってもんじゃないですから、うん、そうです。で YouTuber 基本的にしんどいことをやって見せるの好きやからわざとしんどいことをしてる節がいやもうちょっとあるから俺もやってたし、そういうのまあバトルというか、まあ、一回やってみようっていうので、はいはいはい、やっぱしんどい感じのことをやるってのはちょっとこう YouTuber 的に美味しいところもあるから、はいはい、まあやっちゃったりするんやけど、でも俺は行き着いたところは結局あれやってもあんま関係ないなっていうふうな
と、はい、でも、はい、結局やらないと分かんないですから、いやそうですね、一回やってみたらめちゃくちゃハマる可能性もあるから、はい、じゃあやっぱ一回しんどい思いするっていうのはやっぱりある程度ありかなと、はいはい、まあ、もちろんその健康第一でね、塩抜いたり水抜いたりするの本当にもう、ね、あの命を危険にさらすことになる可能性もあるから、うん、そこは本当に健康第一でやってもらいたいですけどね。その競技やりながらでもできる限り健康は大事にしていきたいなという思いではやってますね、はい、僕80歳になってもあのボディビル出ますから、おマスターズ出ますから。でもこの前マスターズの結構上の方の選手の写真見てちょっとビビりましたね。え、この年でこれ維持できる気せえへんねんけどっていうすごかったっすよマジで。うわマジかと思って、俺は正直ほとんど人数もおらへんから続けてりゃ勝てるやろ、あの生き残れば周りが勝手にやめていくと思ってたから、はい、うん、とにかく続けてればマスターズでなんとか勝てる時来るんじゃないかなと思ってたんですけど、そんなレベル甘いレベルじゃなかったです。なるほど、めちゃくちゃムキムキマジか、その体ちょっと俺維持できひんかもなって思うぐらいの、はい、体やったんで、ちょっと今は頑張らなきゃいけないなと思いながら。でもこそ今の同年代で考えると、うん、それを貫きそうな人もいっぱいいるわけですもんね。あー、やりそうな人いますね、はい、でも今70とか80歳で出てる人たちやっぱ少ないじゃないですか、人数、はい、多くの人はやっぱやめていきますよね。あ、やっぱり、うん、ずっと続けてる人はなかなかいないと思うんで、やっぱまあ続けりゃなんとかなるかなと思いますけどね、まあ、今年どういう大会に出るのかっていうのも聞いてみたいな。あー、はい、今年の展望ですね。今年ですか、はい、私ですね、太ももの内側広筋という筋肉をですね断裂してしまいまして、ちょっとね足のトレーニングが全然できなくてちょっと腐ってるんですよ今現在進行形でもう腐リングなんですけどでね、ちょっとトレーニングの方もね、ちょっとこう、まあ、加圧ベルト巻いてやってみたりとか、まあ、できる限りのことをやってるんですけど、どうにもこう気合も入ってないというところで、ただまあやっぱりね、ここでね完全に腐り切ったらねやべえなと思うんで、自分のケツを叩くためにもちょっと大会1個出ようかなと思ってますね。あ、1個2個、まあ、でボディビル出たかったんですけど、はい、この状態でボディビル出に行くのがなんかちょっと不本意というか、よし目いっぱいやれるだけやったぞって思って絞り切らないと、なんかあのビルパンって吐けないんですよ、なんか、はい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 、なんかだからフィジーク出ようかなと思ってますね。あ、はいはい、フィジーク出ようかなと。で去年東京選手権が僕ダメやったんで、東京選手権なんとか優勝っていうのを目標に、フィジーク優勝してないんで、僕フィジーク優勝したいなって。あ、最高順位は5、6年前ぐらいの東京フィジークで3位やったのが多分最高順位ですかね。あ、なるほど、はい、フィジークで優勝したいんでそれを目標に頑張ろうかなと思ってます。あ、はい、もし結果がしっかりと出てきたらオールジャパンも出れたらなっていう感じですか。そうですね、やっぱクールファイ取れたんやったらオールジャパンは出ようかなと思ってますね。嫌ですけどね東京からオールジャパンまでまた長いし。東京って今回いつなんですか。あ、全然見てないっすわ。もう確か出てましたね。大体でも6月7月とかですよね。そんなもんですよね。でオールジャパンが2ヶ月後ぐらい、9月なんで大体2ヶ月ぐらい空きますね。2ヶ月増えたらもう減量がもうまあでもな、やっぱオールジャパンはなすごい出てて、やっぱりこう気持ちがいいというか、あ、ジャパンに出るっていうのはもうそれだけで一つこうやりがいのあることやから、うん、まあクオリファイもらったら出ようかなとは思ってますけど。いや、僕としてもあの一緒に並びたいっていう気持ちで僕も頑張れるんで。あ、今年フィジーク、今年はもうちゃんとやろうと思ってるんで、オールジャパンまで出れたら出る、出れたら出たいですね。ずっと見てた方と並べるってやっぱ楽しいじゃないですか、うん、こうやって若いやつらがごぼう抜きしていくいや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 、ほんまにパラさん見てましたよっつって、みんな金メダル持っていくよ若者で負けて悔しい。あれもありましたよ、マッチョ29っていうね、はいはい、あの筋肉グループやってた時に来てくれたファンの男の子にステージで会おうぜみたいなこと言ったんですよ、はい、その子本当にオールジャパン出て、多分俺より順上やったんじゃないかなその人からしたらすごいいいモチベーションやから、すごい、でも本当にびっくりしました多分言った時はそんなオールジャパンっていう体ではなかったと思うんですよ。ほんなら数年後にオールジャパンで会って、あの時ステージで会おうぜって言ったから来ましたっつって、うおーパンツ入ってないあれじゃない、着火したんでしょうね。びっくりしました、お前言うんじゃなかったって自分1個触っちゃうよ。でもいろんなマッチを生み出してると思います。コアラさん B レジェンドを飲み始めたり筋トレ始めたきっかけで、僕の友達がマッチョ29大好きだったんですよ。僕がここの会社入ったって、一緒に仕事できるのいいなって言ってるから
めっちゃ好きなやつがいるんですけど、そいつがおったから僕始まってるんで、きっかけはもうマッチョ29なんですよ。わあ、読み出してしまってたんだ。マッチョいっぱい読み出してると思います。やめときゃよかった。いやでもそれはすげえ嬉しいですよ。もしそうなんだったら本当に嬉しいことで、いやもう本当に今僕ら世代は特にそれで生み出されてると思うんで、うん、ありがたい。そうやってたまに言ってくれる人がおるからすごい嬉しいです。であれあれで面白かったっすかね。いやもうあれめっちゃ好きでしたね。ということで今回のこの動画を以上で終了させていただきたいと思います。貴重なお時間ありがとうございました。ありがとうございました。またこの動画が良かったらいいね、チャンネル登録、コアラさんのチャンネルもぜひ登録お願いいたします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。